おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。大根は細切りにするよ。マッチ棒ぐらいの細さ。最近見ないけどね、マッチ棒ね。そしたらね、ウインナーに切り込み、で、鶏肉は厚みを均等にするよ。後からのね、火の入りも味の入りも均一になるからね。でね、これはね、一口大に切る。なんかさ、私昨日だったよね、背中が痛くて痛くてって言ったの。いや、あのね、少しずつ良くはなってきてる少しずつ良くはなってくるんだけどね、まだまだですね。ほんとさ、昨日のコメントを読んでてもさ、思ったけど、私たちのお年頃になるとさ、日々どこかしらどうかあるよね。膝が痛かったりとかさ、もうね、立ち上がり方にもさ、よっこらせって、もうよいしょってなるもんね。もうね、すごくね、もう若い頃は想像もつかなかったけどさ、自分が中高年と呼ばれる年代になって本当にね、わかる。昔はさ、あのグルコサミンとかコンドロイチン、あのほらコマーシャルがあったじゃん、サプリメントかなんかさ、あれを見ててもさ、あら、まあそんなになるのかしらって、あらーって、ほらね、自分が経験しないから分かんなかったけど、今ではね、非常によくわかるもうほんと嫌になっちゃうよね。まあでもさ、まあね、あいた今日は肩が痛いの、どこが痛い、膝が痛いとは言いつつも、なんとか普通にこうやって生活をね、できてるから、まあありがたい、そう思うとにかく猫まずさね、不調を抱えながらも何かしらこうお家のことをできてるっていうのが本当にありがたいなと思う今日この頃。もうとっくにね、この背中が痛い痛いになってからね、実感するでね、また今日もさ、なんかね、私が携帯の天気予報を見たらさ、今日も雨のマークだったけど、トトが言うにはね、トトは何を見てそんな言うのかわからんけど、昼から晴れるとか言うの。さあどうなんだろう。今日はね、またものすごく風が吹いてる。ゴーゴー音を立てて吹いてるよ。でね、昨日の夜中はさ、なんかね、雨風もすごくて、雷もゴロ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 すごかったらしい。息子は怖がったみたい。私はね、爆睡で覚えなかったそしたらね、この大根はごま油で炒めるよ。これもね、簡単でうまい。分量これね、このさ、青のりの風味がまたいいよな。そしたらこれをちゃちゃっと炒め合わせて、これでね、大根きんぴらの出来上がりだね。で、油を熱して、そしたらさ、鶏肉を皮目から焼くよ。そしたらね、パリッとして美味しくなるからね。で、片面1分半焼いたら裏返して、まあ、食欲をそそる焼き色です
で、蓋をして1分半蒸し焼きね。そしてこれにね、もう作っとくと便利なさ、ピリ辛ダレをぴょーんとかけて、でね、しっかり絡めるよ。もうそしたらね、あっちゅう間にピリ辛チキンの出来上がり。詰めるよ。ご飯はね、結構ドンって段差をつけてる。で、この段差のところにさ、薄めに切った卵焼きをね、ピャーって一列に並べる。そしたらね、レタスで仕切っとくよ。そして手前の方にカップを置いて、大根きんぴらね。で、もう一個の方にはスパサラ。これはね、晩ご飯の残り。で、レタスの上にピリ辛チキンをドドドンって乗っける。そしてウインナーね。で、ミニトマト。たらね、チキンに糸唐辛子をね、こう、ぴゃって。で、今日は海苔わさびふりかけ。で、梅干しを添えて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、この詰め方久しぶりだったかな。ピリ辛チキンとかのお弁当でした。材料と分量これね。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。